コランタン号の公開は、新書館のウェブマガジン、ビングスに掲載中の大きいエリカ原作、山田ムつき作画の漫画作品である。各月監視、ビングスでも、たびたび不定期で掲載されている。イギリス海軍の架空の軍艦で、不思議なことが起こりまくるコランタン号とそれに関わる人々が、任務先のブルターに置き、アフリカ、インドそして、ロンドンで様々な出来事に遭遇する。 18世紀から19世紀にかけてのイギリス海軍所属のフリゲート、クレオパトラ19世紀の初め、イギリスはナポレオン戦争の最中にあった。1811年9月、海軍主観ルパートユースタスマードックは6、東急フリゲートのコランタンに着任するが、この軍艦はイギリス海軍の中でも不思議なことばかりが起こる曰くつきの艦だった。しかも、 最初の任務を終えて戻ったロンドンで、ルパートは、インド系の少年、アルジュンからガンガーの封じ玉のことを聞かされる。この玉は東インド会社に奪われたもので、アルジュンはこれを使いこなすことができた。これをひとたび解放させると、とてつもない力が発せられるのだが、玉は悪事をもくろむフランスのベシャール大佐に、奪われてしまい、イギリス海軍は、ベシャールを追って、アフリカ、そして、 インドへと向かう。サブタイトル、推定の子供、ルパートの最初の任務は、フランス革命後、フィニステール地方に潜伏したカンベール白アンリを保護し、イギリスまで送り届けることだった。その一方で、この間は、不思議なことが次々に起きた。着任後早々、メスザルのホレーシアが、マストから降りてきたり、そのホレーシアの飼い主である、軍医ブランケットから呪術をもとにした治療を受けたり、 また、オレーリー公会長にだけ、見えるミスタ・ジョーンズに紹介されたりした。しかもコランタンのメディウェザー艦長は、若い頃乗り組んでいたドルイド号で若い女を助けたが、その彼女は、イス王国の王女ダユーであるという、奇妙な体験をしていた。やがて敵地フランスに着いた、コランタンだが、マードックと海兵隊中尉のウィタードを待ち構えて、いたのは、カンベール博ではなく、 カンベール博のふりをした、ナポレオンの腹心ベシャール大佐だった。ベシャールの罠にはまり、一度は難を逃れるものの、艦に戻る途中にルパートは、海の中に落ち、水底で不思議な街にたどり着き、ダユーと共に暮らしているというアンリという少年に出会う。水兵のくれた呪い紐によってルパートは艦に戻り、一隻だけ、風と波に翻弄される。コランタンも、ダユーを退治することで危機を逃れ、 救い出されたアンリは感情でみるみるうちに少年から大人の男へと変わっていった。このアンリが本物のカンベール伯爵だったのである。その後も不思議なことが起こるコランタンだが無事ギリスに帰着する。サブタイトル、ロンドンビジョナリーズイギリスに帰還したコランタン号からおじのもとに身を寄せたアンリが姿を消してしまう。ルパートは 俺へシアに導かれるようにしてアンリーと再会するが夜のロンドン橋に現れた美しい女に幻惑されテムズ川に落ちてしまう。ルパートはアンリーの友達で下町育ちのベッチとアルジュンに助けられた。アルジュンの父親はもともとインド出身で東インド会社に奪われたガンガーの封じ玉と呼ばれる秘宝を追ってイギリスに来ていたのだった。その一方で コランタンに乗り組む水兵の強制帳簿が始まっていたが、なぜか、アルジュンもその対象となっていた。そのアルジュンは、ガンガーの封じ玉を盗もうとしてアンリーと知り合い、アンリーは、アルジュンと共に玉を持って、おじの屋敷を飛び出したのだった。あいにくドクトルカロンというメスマー主義者が、動物時期を提唱し、それで人々を癒し、ロンドン橋を壊して、ロンドンの街を解放しようと目論んでいたが、 真の黒幕は彼を操る、ベシャール大佐だった。ルパートが橋の上で見かけたのは、かつ、アンリとルパートの活躍で、レディリーは救われたが、今度はカロンが、ロンドン橋の人柱となり、ベシャールは頭を奪って逃走する。コランタンに下る追跡命令。そのコランタンでは、アルジュンが、ミジップマンと同じ訓練を受けるのを、嫌がり、感情に現れたミスター・ジョーンズにたしなめられる。 アルジュンもまた見える人間だったのだ。サブタイトル、アホードリの庭コランタンは出港し、ベシャールが乗っているパンドラゴを追いかけてアフリカのとある集落にたどり着くが、感情でメリーウェザーが後頭部を打って人事不正に陥り、妖術に詳しいブランケットに魂が抜け出た状態であると告げられる。結局物資補給のためその集落に立ち寄るが、そこの人々の蘇生が、 明らかになっていく。彼らはかつて奴隷貿易でイギリスに連れてこられ、その後逃げ出した逃亡奴隷だった。集落の長であり、祈祷士である緑割ア,アから、奴隷貿易の実情やアフリカに戻った行き札などを聞かされ、ルパートは何か複雑なものを感じる。その後、メリーウェザーも回復し、一時期を失っていたウィタードも元に戻って、コランタンは再びパンドラを追って、 インドに向かう。サブタイトル、フィドラーズ・グリーン・コランタンは、ベシャールを追って、インドに上陸した。ガンガーの封じ玉の手がかりのため、アルジュンの出自が調べられることになる。そして、コランタンは、ベシャール大佐がいると思われるベナレスに向かうが、この時、イギリス人女性ミス・ダグラスが、ウダル王国の王妃のサティを止めるために上官する。サティとは、夫が死んだ後、妻が、 昇進自殺するという行為のヒンドゥー教徒の習慣であった。久々にインドにいる兄たちとの再会も果たしたルパートだが大変なことが起こった。王妃の命により玉を操ることができるアルジュンが寝返ったウィタードに取り押さえられてしまったのだ。ルパートを含むメリーウェザーの主観たちはやむなく退却する。単行本にははみ出しコランタンという それぞれの話のあらすじに沿ったイギリス海軍や時代背景に関する豆知識が各話の終わりに挿入されている。また各編の終わりにははみ出しコランタン制作部として山田大木の二人の作者の制作裏話がコミック形式で紹介されている。ありがとうございます。